レーゼはドイツ連邦共和国ニーダー作戦州の任意武力、ベーザー軍に属す、町村でザムトゲマインでミッテルベーザーを構成する自治体の一つである。レーゼはミッテルベーザー地方の湿地とゲーストに位置。レーゼ集落はミッテルベーザー地方で最初に人が定住した場所の一つである。多くの古代の出土品がそれを証明しており、一部は新石器時代や 約4000年前の出土品もある。彼らは現在の集落の東部にある軽い砂地の土地を原始的な殻スきで工作していた。遺体の埋葬についてはやがて墳糾墓が作られるようになり、紀元前1800年頃と推定される墓からは20体以上の遺体が発見されている。ベーザー川沿いの断球にはこの他にもいくつかの定住地が設けられた。 文化財保護研究所の発掘では、ローマ以前の鉄器時代のものとしては北ドイツ最大の約1100基もの墓を持つ墓地がクライネンフェルトで発見されている。レーゼの紋章の壺はこの墓の骨壺を表している。起源前後には、ここにはゲルマン人のアングリバーリアー族が住んでおり、すぐ南にはケルスカー族が暮らしていた。起源16年頃にゲルマニクス率いるローマ軍と、 ケルスカー族のヘルマンが率いるゲルマン人の軍勢がレーゼで戦ったアングリバーリアー防壁の戦いが行われたのはレーゼであると長い間考えられていた。しかし、かつてその証拠とされていた村を横断する防壁の後はもっと後の中世の時代に作られたものであることが明らかにされた。本来のレーゼ村の創設は 紀元400年頃であったと専門家は推定している。ミュンスター州立文書館の資料では1164年にカークリーズの記述が見られる。町内にはオム、マルスロ、オスターレーゼという現在では衰退して消滅した集落もあった。ロック無修道院の記録にこれらの長らく忘れられていた集落についての記録が残されていた。と民伝子教との間で 延々と続けられたフェーデのためにその住みを放棄し、現在のレーゼの場所に新しい定住地を築いたのであった。レーゼは30年戦争でひどい損害を被ったが、その後、ベーザー川沿いの交易路の都唱地に当たることから、重要な宿液として富を蓄えていった。1790年には隣接して、小村ハーネンベルクが創設され、教会組織へ レーゼの管轄下に置かれた。かつては農業主体の村であったが、20世紀の初めに多くの鉄道路線が付設され、連邦道215号線、441号線、482号線の交差点となったことで、その性質は大きく変わっていった。1937年に二人の狩猟監視人が二人の密猟者によって殺害された事件は、 ドイツ全土の注目を集めた。その現場には記念碑が建てられ、今もその死を傷んでいる。第二次世界大戦末、1945年4月5日に、ドイツ兵は、レーゼとシュトルツェナウとの間にかかるベーザー川の橋を爆破した。レーゼは強固に防衛に努めたが、イギリス軍はベーザー川の渡下に成功した。レーゼの住民たちは、東の森に逃げ込んだ。 この戦闘によって21件の家屋が破壊され、イギリス兵、ドイツ兵合わせて100人以上が命を落とした。町の中心にある戦没者墓地は、この犠牲者を追悼する場所である。イギリスの占領軍は、エーマーフェルトにあった、兵器工場を占領し、多くの統治下を爆破した。戦後レーゼは、ドイツ東部地域からの旧ドイツ領の放区民を1000人以上、受け入れた。 その多くはこの地に泊まり、生活の根を下ろした。1980年代の初め、レーゼに関する文献記録は、ロック無修道院のカレンベルク文書に記された1183年の記録が最も古いものであったため、1983年にレーゼでは創設800年祭が祝われた。しかし、その後1164年の記録が発見されている。 20世紀末からの企業、工場進出や、かつての長年にわたる、ドイツ連邦軍の駐在も、この街のひなびた性格に、本質的な影響を与えることはなかった。ただし、定地ドイツ語を話す人は減少した。またこの街は、アングリバーリアー族とケルスカー族、法や白量と民伝子協力、ハノーファー王国とプロイセンといった具合に常に、国境の街であったが、 現在は、ニーダーザクセン州とノルトベストファーレン州との宗教となっている。レーゼの町議会は11議席からなる。赤字で、向かって右上から斜めに銀の並帯向かって左上に金の郵便ラッパ。右下に金の壺。この地域の人々は、現在でも時折定地ドイツ語を話す。ジャガイモ料理のほか アスパラガスがとても重要な役割を担っている。例えば、2006年2月11日には、ヨーロッパ最大のシュッパーゲルメッセがレーゼで開催された。レーゼ町内を連邦道 B215 号線、441号線、482号線が走っている。レーゼシュトルツェナウ駅は、ベーザー・アラー鉄道ローテンブルク民伝線の駅である。平日は2時間ごとに、 ポルタエクスプレスが、ニーンブルクミンデンビーレフェルトを、週末には、ベーザー・アラー鉄道が、同じ間隔で、ローテンブルク・フェルデン、ニーンブルクミンデン間を運行している。この文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。